中井正宏に口止めされていたエピソードを次長課長の河本は暴露した。中井は若手の芸人さんに自身のお風呂の時計や服などを定期的にあげていたそうだ。中井は河本に言った。俺はそういうキャラクターじゃないから、本当にもらったとかは言わなくていいよ。キャラがいいお兄ちゃんみたいになっちゃうから。若手の芸人が着れないようなお値段の服をいっぱい持ってきてくれて、みんなで好きなものを選んで持って帰ったという。ジャニーズの後輩にもお下がりをプレゼントしていたそうだが、関係のない芸人さんにもたくさんの服を持っていき、中井は言った。みんなこれ着て行っていいよ。若手の芸人はみんな感動し本当に感謝しているそうだ。陣内智則も中井がつけていた高級腕時計を外して直接くれたというエピソードを語っている。中井は収録の際、共演者関係者全員に気を使い、現場の空気を良くしているそうだ。